皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。先日静岡県富士見高校の塾対象学校説明会がありました。今回は、その内容についてお話したいと思います。ここに書いてあること、これは全て説明会で富士見高校の先生がお話しされた内容になります。富士見高校は私学の普通科の高校です。大学進学、専門学校、就職、これを希望するなど全ての進路に対応している高校だと、こうおっしゃっていました。そして生徒を伸ばす高校でもあると、これは私たち学習塾も感じている、感想です。なぜ生徒が伸びるのか、一番は伸びる理由はその生徒と学校の相性がいいことだそうです。富士見高校では、塾対象説明会、保護者とか生徒の対象の説明会、個別相談会、一日体験入学などさまざまなイベントを開いて、学校を知ってもらう、知ってもらってから受験してもらって入学してもらう、そういうことを細かく行っているので、生徒と学校の相性がいいと、このようにおっしゃっていました。それから徹底した個別指導で希望を実現させる高校であると。進路指導は学校の宣伝になる目標ではなくて本人の希望、この希望に沿った選択をしていると。学校としてはね、やっぱ有名な国公立大学とか有名私立大学、こういうところに進んでもらった方が学校の宣伝にはなるんですけれど、そうではなくて生徒本人が行きたい、こうしたいというものを最優先に考えて進路指導をしている、こういうことだそうです。それから進学指導では公立進学校を牽引してきた教師陣、これが揃っていると。そしてこの教師陣が一人一人のデータを分析し希望への近道を見つける、こういうことで生徒を伸ばす高校だ、ここにつながる、こういうことだそうです。次はまずコースの紹介と生徒に対する学校のイメージのアンケート結果があったので、それを紹介したいと思います。富士見高校には3つのコースがあります。まず特進コース1類、これ勉強を重視する、コースです。国公立大難関時代の現役合格、これを目指すコース。それから、特進コース2類、これは部活と勉強を両立させて大学進学、これを目指すコースです。そして3つ目が総合コース、こちらは大学進学から就職までの幅広い進路、これを実現するためのコース、この3つのコースが富士見高校にはあります。ではアンケートですね、生徒が回答するアンケートで富士見高校はどんな高校ですかという、この回答です。総合コースでは1位は規律やしつけが厳しい、2位は部活が盛んな学校であると。特進コースでは1位が面倒見が良い、それから2位が規律やしつけが厳しいと、どちらにも規律やしつけが厳しいというのが入っていますけれど、学校の先生の話ではやっぱ家庭でできないしつけの部分を学校で行っているから多分こういう結果が出たんじゃないかなって、こうおっしゃっていました。今回は静岡県富士見高校の学校説明会の内容についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。